今日4月28日は渋谷の日。この日を渋谷区の日として区の職員や区民、事業者などが渋谷駅周辺で清掃活動を行いました。渋谷の日にちなんだ清掃活動は10年前から行われていて、毎年区内の町会や企業などからおよそ500人が参加し、ハチ公前やセンター街などの渋谷駅周辺を清掃します。渋谷駅周辺で出るゴミは駅周辺に訪れる人たちが出すものも多くあります。参加者は道行く人に街をきれいに使おうとアピールしました。きれいにはなってますね。確かに汚れてるところっていうのはやっぱり治安も悪くなるような言い方もしておりますし、やっぱりきれいな場所でみんなに遊んでもらいたい、楽しんでもらいたいっていうのはありますよね。渋谷駅は池袋と渋谷を結ぶ新しい路線、東京メトロ副都心線の開業を6月に控えていて、街を訪れる人が増えると地域の商店やデパートなどが期待を寄せています。区は新しい人の流れを逃さないようなきれいで居心地のいい街づくりを目指したいとしています。